飯はまだか。ちんたらしてんじゃねえぞ。口を開けば食べ物を要求する義父。今日は休日の日課であるパチンコで勝ったから、まだ機嫌が良さそうだ。パチンコに負けたり、他のことで不機嫌な時は、口だけでは済まない。ひどい時は、私を蹴り飛ばしてくることもある。洗濯物が終わったぞ。さっさと干せよな。夫は毎週末、必ず義実家に私を連れて行く。私がどんなに疲れていようが、友人と予定が入っていようが、無理やりにだ。夫はどんな時も私の話に聞く耳を持たず、私の都合など関係なかった。うわ、魚なの？最悪。今日はお肉の気分だったのに。義士は何かと文句をつけては私を奴隷のように扱い、塵一つ落ちていないか確認してはやり直しをさせてくる。夫と付き合っている時から冷たかったが、夫と結婚してからは暴言や義士いびりがひどくなった。週末はこの三人の世話でヘトヘトだ。軽食を食べることさえも許されない状態だ。正月になり、久しぶりに義母が夕食を食べに来ていた。四人分の食事をテーブルに運び終え、みんなが席に着く中、私だけ少し離れたところに立っていた。誰が見てもおかしな光景に、義母が眉間にシワを寄せた。さゆりさん、四人分しか準備されていないし、そこに立ってどうしたの？なんでご飯食べないの？いつものことなので。私は淡々と答えた。は？義母の低く変わった声色が食卓に響いた。私の名前はさゆり。40代の平凡な女だ。新築アパートに夫と二人で住んでいる。新築なだけあって内装はおしゃれで綺麗だったが、それなりの家賃を支払っていた。それでも月並みの生活ができて幸せだった。夫の哲也とは企業の交流会で知り合った。二人とも新入社員で接待などに追われていた。隣の席だったこともあり、何かと話をすることが多く、意気投合。交流会後、もう一軒飲みに行こうと彼に誘われ、二人で飲みに行った。普段は内気な私だったが、お酒の力が加わり、初対面の彼と話が盛り上がり、帰り際に連絡先を交換した。その日以来、こまめに連絡を取り合い、何度も食事を重ね、彼からプロポーズされた。プロポーズを受けた後は、大勢の方から祝福され、幸せ絶頂期なはずだった。まさか、結婚後にひどい仕打ちが待っているとは、夢にも思わずに。子供の頃から、綺麗なドレスを着て、素敵な会場で結婚式を挙げることが夢だった。私が幼い時、年の離れたいとこの結婚式に出席した時の新婦の素敵な姿が今でも忘れられない。結婚する前、そのことを夫に話したことがあった。その時は笑顔でいい夢だと言ってくれていたので、当然結婚式を挙げるものだと思っていた。席を入れ、いろいろと落ち着いたある休日、結婚式に関するパンフレットを眺めていた。すると、そこに夫がコーヒーカップを片手に私に近づいてくる。さゆり、何を見ているんだ？結婚式のパンフレットだよ。見て、ここなんていいんじゃない？小さな子たちの遊ぶスペースもあって、子供たちも楽しめそうじゃない？私が目を輝かせて夫にパンフレットを見せると、夫が嫌そうな顔をしていた。あ、ごめんね。私だけ盛り上がっちゃって。いや、そういうことじゃないんだ。そういうことって、どういうこと？私は怪訝に思いつつ、夫の返事を待った。夫は向かいのソファーに腰掛け、テーブルにコーヒーカップを置く。夫が放つ重たい雰囲気に、私は声をかけることができず、徐々に不安を募らせた。私は何も言わず、しばらく沈黙したままの夫の返事を待った。少しして、夫がやっと口を開く。俺さ、結婚式あげるつもりないんだ。え？なんで？結婚式ってお金もかかるし、準備が大変だろ？それなら、将来のためにお金を稼いで貯めたいんだ。そっか。わかった。
これから授かる子供のためにも貯金しないとね。子供もいらないって思ってる。え？今、なんて言ったの？子供はいらないって言ったんだ。私の心臓がドクドクと大きな音を立て始めた。ドレスも着たいし、子供も欲しい私にとって、ずっと描いてきた夢を何もかも奪われた気持ちになった。私は、ドレスも着たいし、子供も欲しい。なんとか絞り出した声は、自分でも驚くほど震えていた。そんなのにお金かけなくていいじゃん。二人で一生仲良く過ごそう。そう言うと、夫は飲みかけのコーヒーカップを手に寝室へと行ってしまった。私の意見など最後まで聞きもしない。付き合っている時から勝手に何度も決めてしまう節があった。それでも、そこまで気にするほどではなかったのだが、席を入れてからは私の話に耳を傾けることがなくなった。そんなのって、ひどいよ。こうして、幸せ絶頂期な新婚生活は、ガラガラと音を立てて崩れ去った。それから年数を重ねるごとに、夫はさらに変わっていった。私を家政婦扱いし始めたと思ったら、週末になると、義姉と義父が住む義実家に私を連れて行く。どんなに予定が入っていても、義実家に行くことを最優先させられた。今では毎週末、朝から晩まで必ず義実家の家事をさせられ、三人から奴隷扱いを強いられている。そして、必ず三人の食事中は、少し離れたところに立たされていた。私が義実家にいる間は、一口も食べることは禁止されているので、週末は空腹と疲労との戦いだ。奴隷扱いの生活も板についてきてしまった頃、義父の誕生日が近いと言われた。夫や義姉からいい店を予約するように頼まれた。私は近場で評判のいい和風中心の店を予約した。私の人数も含めてだ。誕生日当日、平日だったこともあり、店の前で待ち合わせをすることになっていた。パート先からまっすぐ来た私は他の三人よりも早く着いた。予約した店は外観からでもわかるほど落ち着きがあり素敵だ。外観に見惚れていると予約時間前に全員集合した。店内に入り案内された個室に通される。夫の隣に座ろうと腰を下ろしかけた時、三人から鋭い目で睨まれた。おい、さゆり、お前なんで俺の隣に座ろうとしてるんだ？え？だって、妻が夫の隣に座るのは当たり前でしょ？妻って、俺たちは仮面夫婦だろ？近寄るな。仮面夫婦って。夫の言葉に傷ついていると、義姉が口を挟んできた。まず、仮面夫婦云々の問題じゃないでしょ？私たちの食事中は、あんたずっと立ってるでしょ？座ろうなんて話にならないし。待ってください。家ならまだしも、外でも私は同じ食卓につけないんですか？今日はお父さんの誕生日なので、私にもお祝いさせてください。俺の誕生日にやめろよな。奴隷は黙って立ってろ。お祝いだから、奴隷が支払いな。え？私がですか？祝いたいんだろ？当然だろ。義父に同意する夫と義姉に、私は何も言い返すことができなかった。私はしぶしぶ少し離れたところで自分の荷物を持ったまま立つことにした。そこにいろいろと料理が運ばれてきた。もちろん私の分も。店員が不思議そうな顔をしながら私に座るよう促してくれたが、私は丁寧にお断りをした。誰が見ても異様な光景に、店員も戸惑いを隠しきれないまま部屋を出て行った。そこからは私の存在など気にも留めず、私の料理もすべて平らげた三人は満足そうにしていた。虚しさや怒りを抑え込むためにぐっと握りしめていた私の手には爪の跡がくっきりとついていた。食べ終えた三人は私がお会計をしている間に私を置いて帰ってしまった。店員に大丈夫ですかと言われたが、私は力のない作り笑顔を浮かべるだけで精一杯だった。
店員に軽く会釈をし、私は店を後にした。この後、どうやって帰ったのか覚えていないが、気づいたら義実家の玄関先に立っていた。開けたくない玄関のドアをそっと開けると、三人の楽しげな声が聞こえてきた。それにしてもおかしかった。本当にずっと立ってるんだもん。それな、あいつもバカだな。いや、今日は本当にいい誕生日だった。二人ともありがとうな。大笑いをする三人に、私は再び怒りがこみ上げてきた。自分たちは料理を食べただけで、店調べから予約、会計まで全て私一人にさせて、許せない。怒鳴り込もうと、一歩、玄関に足を踏み入れたが、なぜか、自然と涙が溢れてきた。心をズタボロにされた私は、そっとドアを閉め、自宅に帰り、自分のベッドで大泣きしたのだった。その日以来、週末になると必ず寝る前に泣くようになった。私の存在を無視して楽しむ三人の光景が脳裏から離れない。毎日、助けてほしいと願うようになっていた。それから月日が経ち、年末が近づいてきた。正月が間近に近づいてきた頃、久しぶりに義母が帰ってくると夫に聞かされた。その日はいつもよりも豪華な正月料理を作るようにと言われ、私は前もって食材を準備した。正月当日、前日から準備を始めておいたことで、無事にご馳走を作り終えた。途中、味見に来ては文句を言ってくる義士が邪魔をしに来たが、心を折られることなくやり遂げて安堵した。そして、数年ぶりに義母が夕方に帰ってきた。ただいま。あら、なんだか三人とも肌ツヤが良くなったんじゃない？おかえり。お母さんこそ年齢を感じさせない見た目ってすごいんだけど、どうしたら維持できるの？義士と義母が二人で美容について盛り上がっている中、私は黙々と食卓に料理を並べていた。義母は若い頃、化粧品会社を立ち上げ、今では会長だという。知らない人はいないほどの大手メーカーまでのし上げた義母が放つオーラは凄まじかった。義母が来たことで普段だらしない格好で威張る三人の姿はどこにもなく、小綺麗に整えた行儀正しい人たちへと変わっていた。そんな威厳のある義母が私に気づき近づいてきた。私の目をまっすぐ見つめ、どこか真剣な表情だ。さゆりさん、お久しぶりね。いつも身の回りのことをしてくれているって聞いているわ。ありがとう。いえ、哲也さんの妻として当然なことをしているだけです。もっと肩の力を抜いていいのよ。それにしても、随分と痩せたわね。きちんと食べて眠れてる？目の下のクマもひどいわ。体調悪くない？大丈夫？義母が心から私を気遣ってくれているのが分かり、涙が出そうになった。心配してくださって、ありがとうございます。大丈夫で。いつまでも喋ってないで、食べるぞ。知らないうちに食卓についていた義父が、私と義母の会話を遮ってきた。何も言うなと言わんばかりに、私をしっかりと睨みつけている。そうね、食べましょう。すごいごちそうね。四人が席に着き、食べ始めたことを確認した私は、いつも通り少し離れたところに立った。義母は不思議に思い、首をかしげる。さゆりさん？なんで食べないの？そんなところにいないで、こっちにいらっしゃい。あ、いえ、いつものことなので。は？いつものことって、どういうことなの？先ほどまで和やかだった雰囲気が一瞬で凍りついた。食卓に着く三人に視線を送る義母に、三人は慌てて弁解を始めた。お、ほら、いつも俺たちのために働いてくれてるから、後からゆっくり食べてもらってるんだ。そうなんだ。哲也の言う通りだから気にしないで食べよう。そうだ。せっかく久しぶりの家族揃っての食事なんだ。家族だけで食べるぞ。それなら、さゆりさんも一緒に食べましょう。家族なんだから。みんなの視線が私に集まった。義母以外、睨みつけてくる三人。
義母が帰った後の仕打ちを考えると、一緒に食卓に着くことが怖かった。お母さん、ありがとうございます。でも、本当にいつものことなので大丈夫です。あ、醤油を切らしてしまったので買いに行ってきますね。皆さん先に食べていてください。私は逃げるように家を飛び出した。調味料類はこの間買い揃えたばかりだったが、近くのコンビニで醤油を買い、適当に時間を潰してから帰宅した。帰宅すると食事は終わっており、洗い物が台所に溜まっていた。私はため息をついた。荷物を下ろし、片付けようとしたとき、義母がお手洗いから戻ってきた。さゆりさん、遅かったじゃない。あなたの分を残しておこうと思ったら、あの人たち全部食べてしまって。大丈夫ですよ。あまりお腹も空いていなかったですし、洗い物を片しちゃいますね。私は嘘をついた。今日も朝から何も食べていないため、お腹が空いて気持ちが悪かったのだ。でも、体は正直だった。食器を洗い始めると、私のお腹が盛大になった。あらあら、気を使わなくていいのよ。私も片付け手伝うから、二人で女子会しましょう。優しく笑う義母は、私が洗った食器を拭いて、片付けてくれた。三人に気づかれないように、私たちは、おしゃれな居酒屋に出かけた。お店に着き、空腹で頭が回らない私は、メニュー表を眺めるだけで、決めることができなかった。義母が私の様子を察してくれ、適当に食事を注文してくれた。私は、義母と二人で食事をするのは初めてだったので、少し緊張していた。すると、義母が話し始めた。あの人たち、さゆりさんにひどいことさせてるでしょ。え、いや、いいのよ。だいたい想像がつくわ。夫はね、女が働くことを嫌う人なの。私とも何度も衝突してね、とうとう私に手を挙げたのよ。それをきっかけに私は家を出て帰らないようになったの。子供たちに私についてくるかこっそり聞いたら、夫と一緒にいることを選んだのよ。二人とも自分の時間を誰かに縛られることが嫌な子でね。性格は夫そっくり。よしみは夫と私の言い合いを見ていたからか、いい歳になっても働かずフラフラしているし、哲也は夫の生き写しのように育ってしまったし、私も責任を感じてるのよ。無理にでも子供たちを連れて行くべきだったって。私は何も言えず、黙って義母の話を聞いた。老い目から家を出ても、あの人たちを金銭的に支援していたのよ。でも、おしまいにしようと思って。それで今回帰ってきたのよ。そうだったんですね。さ、さゆりさんの話も聞かせてほしいわ。ああ、でも、その前に大事なことを言うの忘れていたわ。私と一緒に家を出ない？義母の提案に、私は自然と涙が溢れ、止まらなかった。心の底にしまっておいた、逃げ出したい感情がこみ上げてくるのを感じる。そこからは、息継ぎを忘れてしまうほど、今までのことを何もかも吐き出した。泣きじゃくりながらも話をする私に、義母は優しくうなずき、諭しながら、最後まで話を聞いてくれた。大体のことを話し終えたとき、料理が運ばれてきた。さて、冷めないうちに食べちゃいましょう。湯気が立った美味しい料理は、私の体を芯から温めてくれた。自分の涙で少ししょっぱい味がしたが、久しぶりの幸せな時間に浸ったのだった。結局、ほとんどの料理は私が食べてしまった。義母が言うには、もともとそのつもりで私を連れ出してくれたとのことだ。家に帰ってくると、鬼の形相でリビングで腕を組み、睨みつけてくる三人の姿があった。おい、さよこ。俺たちに黙って勝手に二人で出かけるなんてどういうことだ。勝手にそいつを連れて行くな。義父の怒鳴り声が家中に響いた。私は萎縮し、体が震え出した。その様子に気がついた義母が、三人の視界に入らないように、
私を隠すように立ってくれた。まるで所有物のように言うのね。私はただ、さゆりさんと一緒にお茶してただけよ。それの何が悪いのかしら？ダメだろ。そいつは哲也の嫁だぞ。そして俺はそいつの義父だ。俺たちの許可なく連れてくな。なら、私は義母だからいいわよね。それに、そいつじゃないでしょ。この子は嫁いできてくれた大事なお嫁さん。さゆりっていう素敵な名前があるでしょ。義父は悔しそうに押し黙ると、今度は義子と夫が抗議してきた。素敵って、名前負けした残念な女でしょ？家事や料理の味付けだっていまいちだし、私たちの要望にろくに答えられないんだよ。そんなダメな嫁は、私たちが叩き直してやらないとダメなの。お母さん、わかる？姉さんの言う通りだ。家でもパートを理由に今で寝てたこともあったんだぜ。俺が仕事をしてるのに寝てるってダメなやつだろ。ほんと、あなたたちって人は。義母は三人の自分勝手な都合で私を振り回す態度に呆れて頭を抱えた。これまであなたたちがさゆりさんのことをどう扱っていたか聞きました。そこでなんだけど、弁護士に相談しようと思って。いいかしら。はは、何を言い出すんだ。とうとう年のせいでイカれたか。イカれてるのはどちらかしら？これまでの奴隷扱いに精神的暴力。ご飯も食べることを許さずずっと立たせてるなんて。訴えるには十分すぎるほどのことだと思うのだけれど。それに、手を挙げたこともあるって言うじゃない。裁判で戦うか、慰謝料を払うか、どっちかに承諾してほしいのだけれど。母さん、ふざけるな。俺の嫁だぞ。俺がいいと言ってるんだから、どんな扱いでもいいんだ。哲也は黙っていなさい。義母の一括に、萎縮した夫は黙り込んだ。そして、義母はカバンから何かを取り出して、義父に渡した。それは、離婚届だった。お前、これはどういう？どうもこうも。今日私がここに来たのはこのためなの。別居している間、あなたは私のことなど気にもしないで好き放題していたわよね。今後一切、今までの支援金はなしにさせていただきます。私からは慰謝料を請求しないから、サインしてほしいの。義母が慰謝料を請求しないと言ったことで、義父は安堵し、サインし始めた。義母は義父がサインしたことを確認すると、私の方を見た。それで、さゆりさんはどうする？何か言いたいことある？私は、みんなの視線が私に集まった。義母以外は恐ろしい目で私を睨みつけていて、とても怖かった。だが、勇気を出して思いを伝えることにした。私も、哲也さんと離婚させていただきます。そして、お父さん、哲也、お姉さんのそれぞれに慰謝料を請求します。私が言い切ると、三人は般若のような顔をして、私につかみかかろうとした。それを義母が止めてくれた。いい加減にしなさい！警察を呼ぶわよ！三人は何とか思いとどまり、元の位置に戻っていった。離婚なんて絶対しないし、慰謝料だって払わないからな。私も、なんで払わなきゃいけないわけ？絶対払わない。俺もだ。こんな奴に払わないからな。では、裁判で戦いましょう。負け戦するのか。いいよ。とことん戦おうか。三人は勝つ自信があるようで、笑みを浮かべている。私は不安になったが、もう決めたことだと、自分に喝を入れた。話はまとまったようね。じゃあ、裁判所で会いましょう。私と義母は家を出て、私の家に荷物を取りに行った後、義母の家に向かった。後日、義母の証言や近所からの聞き込み調査の結果が証拠となり、私は見事勝訴した。哲也とは離婚でき、三人からたっぷりと慰謝料を請求することができた。ここからは噂で聞いた話なのだが、三人はとても窮屈な生活をしているらしい。今回のことで近所の人たちに腫れ物扱いされ、外に出てはひそひそと後ろ指を刺されているという。
もともと安月給だった元義父と元夫の給料では生活していくことが困難な状況になり、同居することにした。副業として夜中も働きに出ているらしい。元義子は慰謝料を払うためと生活のために働きに出たが、初めての社会人生活への苛立ちとプライドの高さで社内から暴れたり怒鳴ったりと大変なことをしているようだ。せっかく就職できたのに解雇されるのも時間の問題だろう。さらにこれは裁判の時に分かったのだが、義母が支援してくれていたことをいいことに、元義父は賭けごとで借金を抱えていたようだ。支援がなくなったことで全く首が回らず自己破産を検討していると聞いた。夫は社内中に噂が広がり孤立している。辞めたいが辞められない状況のため何とか仕事を続けているという。だが副業との両立で見た目は大きく変わり、常に目の下にはクマができみすぼらしい格好をしているとのことだ。家の中はゴミ屋敷となり、異臭により何度も役所から注意を受けているという。その度に怒鳴り返しているということで、そのうち警察が来るのではないかと思っている。私はというと、少しの間義母の家にお世話になり、今は 1LDK のそれなりにいいアパートに住んでいる。義母からの勧誘により、勤めていたパート先を辞め、義母の会社で正社員として働いている。将来的に義母の後継ぎとして育てられている。また新しい環境で出会った年下の男性と結婚を前提にお付き合いをしている。元夫とは真逆のタイプで、家族仲も良く、芯のある正義感のあふれた男性だ。地獄の日々から抜け出すことができたのは全て義母のおかげだ。これからは義母への恩返しのつもりで、後継ぎとしてふさわしい人になれるよう努力しようと思う。嫁が手術も終わっているのに、いつまで着替えや入院道具を取りに帰ってるんだ。連絡ぐらいよこせよ。夫の声の後ろから嫁の叫ぶような声が聞こえたが、もう遅い。お母さん、下着などは病院の売店で購入しますから、引き出しは開けないでくださいね。夫は結婚した時から私の実家にあまり寄りつかない。そのせいか、嫁も行きたがらない上に、私の娘の子供、つまり孫同士が同い年で、娘が実家に来ると嫁はいつもマウントを取りたがる。結構めんどくさい日常だ。私は少し年上の夫と長男夫婦と同居をしている。嫁が急に腹痛を訴え、救急車で搬送された。幸い虫垂炎だったので命に別状はない。夫と孫も病院に行き、長男も病院に着いたので、私は一旦家に戻り、入院の準備のため帰宅した。悪いけど、明日改めて病院に行くから、と伝えた結果、衝撃の展開へ。結婚とは、家と家とのつながりでもあるから、大変なのはもちろんだ。しかし、そんなことも含めての結婚だと思う。それを勝手に切るようなことをして、隠しておくなんて許せないと思った。戦国時代なら即切腹だな、などと大げさに考えてしまう。私は嫁が入院したその日ではなく、翌日に改めて病院に行くと電話で告げた。やはり心の準備が必要なのだ。さて、覚悟してもらうとしよう。私の名前はよしこ、62歳、フリーの総裁ディレクターをやっている。近頃は友引きなども関係なく葬儀の予定が入るご時世だ。宗派によっても異なる部分があるので、意外と大変な仕事をしている。でも誰かがやらなければいけない仕事でもあるのだ。なので私は誇りを持ってやっている。夫は少し年上で、仕事を通じて知り合った。近頃の若い子とは違い、相手の収入がどうとか職業がどうとかはあまり考えずに、短大を卒業して早々に結婚し出産した。あの頃はそういうものだと思っていたからだ。今なら仕事もしているし自立もできる。特別好きな人でもない限り
結婚は必要なのかとさえ考えてしまう。夫はまさに団塊世代で、戦争後に日本を復興したのは我々だと思っている世代だという。生まれる前だろうと突っ込みたくなるが、そのせいなのか家事など全く手伝うこともない。今は食事が作れる男子がモテるというのに、夫の両親の介護の時も全く手伝うどころかねぎらいの言葉もなかった。なので夫の両親が亡くなったら離婚しようと考えていた私だが、長年一緒に暮らしてきたのだから全く情がないわけでもない。夫も今は仕事を引退し悠々自適な生活をしている。そのせいで少し性格も穏やかになった気がする。嫁が来る前まではそう思っていたのだが、あまり趣味らしい趣味のない人だが、健康寿命を延ばすなどと言い図書館に通い始めた夫。活字を読むと脳の活性化と、図書館にはいろんなジャンルの本があるので探し回るうちに歩くことで足の筋力アップにもなるという。しかし小説などを借りてきたのは最初だけだった気がする。図書館の椅子で居眠りしている姿しか想像できないのだ。さらに家事など全く手伝う人ではないので、私は仕事と掛け持ちで大変だった。だが長男夫婦が同居をしてくれることになり助かっている。長男の嫁は専業主婦なので家事をしてくれて本当にありがたい。長男夫婦は3年前に結婚し、2歳の男の子がいる。孫は可愛くてついやまやかしてしまい叱られる私だ。いろいろと些細なことはあってもこんな日が長く続くと思っていた。私には娘がいる。長男より2つ下の妹だ。長男の嫁と同い年で、しかも同じ時期に出産した。娘も近くに住んでいるのでたびたび顔を出しに来る。そのせいか何かとお互いがマウントを取りたがる。自分の子供が可愛いと張り合うのだ。お姉さん、また遊びにいらしてたんですか？あら、実家に来ちゃダメなの？そんなこと言ってませんけど。不穏な空気が流れる。ほら、孫同士仲良く遊んでるんだからいいじゃないの。そうですね。でも来年からは幼児教室に通わせる予定なので。幼児教室って？あら、偶然ね。うちの子にも通わせる予定よ。あなたまで。幼児教室なんてまだ早いんじゃないの？お母さんは黙っててください。3歳からでも遅いくらいですよ。ねえ。そうよね。毎回こんな雰囲気になってしまう。お茶も入れずに部屋に入ってしまった嫁。でも3歳から幼児教室なら娘もあまり実家に来なくなるだろうし、嫁も外出する機会が増えるということかと少しほっとしていた。しかし娘から奇妙な一言を聞くことになる。ねえお母さん、あの子さ、兄さんに似てないんじゃない？そう言って長男の息子をまじまじと見ている。そう？幼い頃は親戚のみんなに似るって言うから。その時の私はそれほど娘の言葉が気にならなかった。やはり同じ孫でも自分の娘が産んだ孫の方を可愛いと思ってしまう。それが伝わってしまうのか、嫁は娘が来ると機嫌が悪くなるのだ。機嫌が治るまでのとばっちりがこちらに来るし、長男は嫁と友人の紹介で結婚したと言っていた。年齢も35歳を過ぎた頃、少し焦っていたので友人に紹介してもらったそうだ。長男の嫁も同じ動機だったらしい。結婚してすぐに子供が欲しいのと、長男の仕事へのアクセスがいいと同居を始めた。結婚して翌年に子供が生まれ、嫁は専業主婦となった。何でも完璧に頑張るアラフォーらしい。嫁は私とは反対のウェディングプランナーをやっていたそうだ。子育ても完璧にしたいから退職したと聞いた。嫁も子供が少し大きくなったらまた仕事を始めるらしい。そんな嫁なので
家事も一切妥協しないと自分で言っていた。独身生活が長かった間に一通りの花嫁修行をしたそうだ。毎月季節の花を飾ったり、食材にもこだわる。床の間の掛け軸まで季節ごとに取り替えるほど料理も上手だし、掃除も完璧だ。逆に嫁と同居を始めてから私には何もやらせてくれなくなった。お母さんはお仕事でお疲れでしょうから休んでてください。大丈夫よ、これぐらい。これは私の仕事ですから。と言い、食事の後片付けすらさせてもらえない。さらに家事の動線がどうのこうのと、いろいろと配置替えをされた。タンスの中のものも入れ替えしたそうだ。何がどこに入っているのかすぐにわかるようにシールまで貼っている。高齢の夫はとてもわかりやすいと絶賛していたが、私は自分の家ではなくなっていく感じがして少し落ち着かなかった。お母さん、またタオルを違うところにしまってましたよ。あ、いつもの癖でごめんなさいね、と叱られてばかり。何か移動させたりするのも一言相談してほしかったのだが、団塊の世代の夫、集団で行動することや流行しているものに敏感だというが、夫はあまり影響されず集団も嫌う性格だ。もちろん流行にも敏感ではない。そのせいなのか、夫は私の実家との付き合いを嫌がる。結婚した頃からそうだった。人生100年時代と言われている昨今だが、男性は約81歳、女性は約87歳との調査結果も出ている。私の父は2年前に病気で亡くなっている。平均寿命より少し長く83歳だった。母は私の3歳下の妹と同居をしている。ある日不意に夫から聞かれた。お前のお母さんまだその元気なのか。ええ、今のところは少し血圧が高いぐらいで特に悪いところはないらしいわ。ふーん、日本人女性の平均寿命が87歳ぐらいらしいけど。だから何？だからお前のお母さんはいくつになったんだっけ？87歳だけど何が言いたいの？へえ、そろそろだな。気をつけるように言っといてくれ。何に気をつけろというの？縁起でもない。まあいざとなったらお前が総裁ディレクターだしな、などと言ってさっさといなくなる夫。唐突に言われ返す言葉もなかった私。今までの夫との生活が走馬灯のように頭をよぎった。子育てに協力的ではなかったことや義両親の介護など、私の実家に対する付き合いもそうだ。思い出したらキリがないことに気づく。そう考え始めたら夫との生活に限界を感じ始めたのだった。母はあまり体が丈夫ではないが、私の妹が同居してくれているので安心している。妹は独身のキャリアウーマンだ。定年も延ばしてくれたそうで65歳まで働くという。近頃は独身の50代以上も増えていると聞くので珍しい話ではない。2020年調べでは男性の4人に1人、女性の6人に1人は生涯未婚だという。夫が私の実家と交流がないせいなのか、嫁も私の実家のことをあまりよく言わない。お母さんの妹さんはまだ働いてらっしゃるんですよね。そうよ、まあ独身だし真面目な子だから。なら貯金とかもたくさんしてらっしゃるんでしょうね。私は何が言いたいのだろうと怪訝に思った。私の妹の貯金なんて嫁には全く関係ないことだ。少し下世話だなと同時に嫁が何を考えているのかさっぱりわからなかった。私の父の三回忌をすることになり、久しぶりに私の実家に集まった。以前も私の実家に来た時に嫁は開口一番にこう言った。そして今回も同じことを言い出した。お母さんのご実家はどなたも掃除とかされてないんですか？母も高齢だし、私の妹も仕事で忙しいから。
それにしてもひどくないですか。それに便乗して夫まで口を出す始末。三回忌のお焼香が終わったら帰らせてもらおう。ちょっとあなたたちいい加減にしなさいよ。すると私の妹が私の前に立ちはだかり、私なりに掃除はしたつもりですし、父の三回忌です、どうか最後までいてくださいませんか、お願いしますと妹が土下座した。私の妹の態度を見てさすがに悪いと少しは思ったのか、夫と長男の嫁は静かになり事なきを得た。一応は無事に三回忌は終わったが、用意していたお寿司などには手もつけず、夫と嫁は帰っていった。私と長男は母と妹に申し訳ない気持ちになった。母や妹に謝ると気にしていないと言ってくれて救われた気持ちがした。だが次回から夫と嫁を実家に呼ぶのはやめようと心に決めた。もともとは頑固な夫なのだが、長男の嫁と同居を始めてからさらに頑固になった。というより私に対する態度が嫁の言いなりに思えた。そんなある日、また私の長女が孫を連れて遊びに来たのだ。孫の児童教室も近頃はたくさんあるそうで、見学体験に行っているそう。その報告にやってきたのだ。そのうちの児童教室でお絵描きをしていた孫がとても褒められたそうだ。私もつい嬉しくなり、あらそうなの、すごいわねと言った。どうやらその話を聞いていた嫁、よほど悔しかったのか、嫁は何も言わずに出かけていった。まさかとは思ったのだが、早速児童教室へ孫を連れて出かけて行っていたのだ。どうしても気が済まないらしい。同じようにお絵描きをして褒められましたと、その2時間後ぐらいに嫁から報告を受けた。嫁は明らかに疲れているが、振り回される孫も不憫に思えた。気持ちに余裕がないのかしらとも思えたのだった。そう、よかったわねと言った私は、おそらく顔が引きずっていたと思う。お母さんはやっぱり娘さんの孫の方が可愛いんですね。嫁は捨てゼリフのように言って自室に消えていった。さらに嫁はその話を夫にしたようで、あまり娘を来させるな、嫁に言ったんだから。まるで嫁をかばう夫の態度につい、娘がいつ実家に帰ってこようがいいでしょうと言ったが、夫はまたもや聞こえないふりをして背中を向けたのだった。念のため挑発するようなことはしないようにと娘に連絡をしたのだった。そんな完璧に頑張る嫁がある日お腹が痛いと訴えていた。孫が教えてくれたのだが、大したことはありませんからと言う。その汗は普通じゃないわ、病院に行きましょうと何度言っても嫁は大丈夫の一点張りだ。夫にも説得してもらった。だが嫁は少し休めば治るからと言い張る。なので久々に私が家事をしていた。ちょうど私の仕事が休みでよかったなどと思っていた矢先、さらに嫁のうめき声が聞こえ、さすがに救急車を呼んだ。私が付き添い、後から夫と孫も病院に駆けつけた。病院に着くとすぐに手術になったが、どうやら虫垂炎とのこと。命に別状はないと聞きほっとした。長男にも連絡がつき、付き添ってもらっている間に私は入院の準備のため自宅に戻ったのだった。嫁と同居してからいろいろと物が動かされている。大事なものをいつも置いていた場所も動かされていた。とりあえずやっと見つけた保険証や洗面道具などをバッグにしまう。あとは嫁の着替えなどと考えながら引き出しを開ける。下着などを後で触ったことを叱られるだろうかなどと考えながら引き出しを順に開けて探していた。さすがに下着の入った引き出しにはシールが貼っていなかったため探すのに苦労した。やっと見つけた嫁の下着入れ、さすがにきちんと並べてある。
ふとタンスの中に A4 くらいの箱が入っていた。石鹸とかなら一緒に入れたりするかもしれないが、何の箱だろう。不思議に思い開けてみると、中には夫と長男嫁の恐ろしい写真が入っていた。他にも書類が入っている。それを見た途端、私は慌てて自分の実家に逃げたのだった。その途中、夫から電話があった。嫁が手術も終わっているのに、いつまで着替えや入院道具を取りに帰ってるんだ。連絡ぐらいよこせよ。悪いけど、明日改めて病院に行くから。と電話を切った。夫の声の後ろで、お母さん、下着などは病院の売店で購入しますから、引き出しは開けないでくださいね。嫁からは、懇願とも聞こえる言葉が聞こえてきたが、時すでに遅しとはこのことだ。もうネタは上がっている。箱の中に入っていた写真は、夫と長男嫁が一緒に写っていた写真、さらに書類と一緒に写っていた。しかも二人とも満面の笑顔で書類を手にしているのだ。その書類には、姻族関係終了届と記載されている。死後離婚届などとも呼ばれているが、実物を見たのは初めてだ。姻族関係終了届とは、配偶者の死亡後に亡くなった配偶者の親族との姻族関係を終わらせるというものだ。何でもここ10年で 2.5 倍に増えているらしい。せめて死んだら夫の親類のお墓には入れないでほしいというのが、世間一般論として一番多い理由らしい。その書類は本籍地もしくは住所地のある市区町村の役場に必要書類を提出するだけのものだ。一度提出すると取り消すことができない書類。あくまでも配偶者との親族と縁を切る手続きだ。提出期限もなく、配偶者の死後ならいつでも提出できる。しかも死後離婚の場合は、配偶者の親族との関係がなくなるだけ。配偶者との婚姻関係は戸籍上のままだ。よって資産も相続できるシステム。私は仕事柄身につけるものがパールだけ。だから他の宝飾品はいつもしまっている。それがなんと、その箱の中に集められていた。いつの間に嫁のものになったのだろう。夫の差し金かもしれないと思った。私が先に亡くなる前提で、私の資産を相続し、なおかつ私の親族と縁を切るという計画が判明したのだ。そんなに私の親族を否定されていたとは。私は夫の両親の介護もしてきた。だが夫は手伝いもねぎらいの言葉ももちろんなかった。思い出しただけで今までの怒りがふつふつと湧き上がってくる。私は嫁が入院した翌日、弁護士と共にこの書類を突きつけたのだった。なんで今頃病院に来るんだよ、遅いじゃないか。いろいろと弁護士さんともお話があったので。なんだよ弁護士と相談って。こんな書類ではなく離婚届を提出しますから、と姻族関係終了届を夫と嫁が手に持っている写真と一緒に叩きつけた。だから私の下着は病院の売店で購入するのでって言ったじゃないですか。小声で嫁がつぶやくように言った。はあ、そういうことを言ってるんじゃないでしょ。別にお前と離婚したいと言ってるわけじゃないだろう。私の親族と縁を切りたいという書類なのよ。同じことよ。私は夫の両親の介護の時にねぎらいの言葉一つかけてもらわなかったこと、今までも私の実家へ行くのを嫌ったことや、嫁に土下座までさせたこと、家の中のものが断りもなしにどんどん入れ替わり居心地が悪くなったこと、私の宝飾品まで書類と一緒に箱に入っていたことなど、ずっと溜め込んでいたものを自分でも思い出せないぐらい吐き出した。お母さん、そんなに興奮されなくても、と焦る嫁。しかし長男が、お前俺に黙って何やってんだよ親父も、と嫁に言い放った。そこへ私の娘が病室に入ってきた。あら、
お見舞いに来てくれたんですか？外面のいい嫁はこの不穏な空気を変えようかと思ったのか作り笑いさえしている。そうね、虫垂炎なんですって。他にも悪い虫を手術をしてもらったら。何を言っているんですか？あ、いててて。手術した翌日に聞くには辛い話だろうが、傷口が悪化しなければいいが、と心の中で思った私。私ちゃんと調べたんだけど、あなたのお子さんは兄との子じゃないわよね。え、まさかそんなことあるわけないじゃないか。お兄ちゃんはこの女に利用されてたのよ。私ちゃんと調べたんだから。長男は驚きのあまり言葉を失っている。あなた息子と付き合う前から他にお付き合いしていた方がいたようね。あとは弁護士の先生から話をしてもらいますから。私は自宅から実家に戻って娘に連絡をしたのだった。するとちょうど娘からも話があると聞かされ驚いた。子供には罪がないが、長男の子供ではないとなると話が違ってくる。そこで動揺を隠せない私を見かねた娘が弁護士の先生を呼んだのだった。私の娘は孫を二人連れて病室を出て行った。さすがに孫には聞かせたくない話だ。嫁は長男と知り合う前から付き合っていた人がいたが既婚者だった。その彼と別れようかと考えていた頃、紹介で長男に出会い結婚した。子供ができたと分かった時は半信半疑だったらしい。つまり既婚者とも長男とも付き合っていたということになる。私の娘がお兄ちゃんに似てないねという疑問から調べたところ、 DNA 鑑定では親子関係が認められなかったのだ。さらに更新所にも調べさせたという娘。嫁は数々の事実を突きつけられ、ついに泣き始めた。違うの、騙そうなんて思っていなかったの。でも騙したことになってるだろ。まあまあ今まで通りでいいじゃないのか。すっかり嫁と仲良くなってる夫はまだのんきなことを言ってると思った。私は離婚しますから、あとはお好きにどうぞ。私はそう言って病室を出た。俺は離婚するなんて言ってないぞと言っているが、今度は私が聞こえないふりをした。俺も母さんの実家に行くよ。離婚届は後から送るから。そんな、今は本当に幸せな生活ができていると思っているのに。嫁は長男の言葉を聞いてまた泣き崩れていた。完璧な生活を演じきれなかった嫁は大きな声で泣いた。びっくりした看護師さんが飛んできたのだった。傷が痛みますか？大丈夫ですか？と優しい看護師さんが言った。きっと心の傷が痛いんだと思いますと、私は心の中でつぶやいた。夫はしぶしぶ離婚届を書いてくれた。夫は家事が全くできない。嫁は長男を騙して子供を産んだことで実家にも帰りづらいとのこと。以前交際していた既婚者にも相談したらしいが、全く相手にしてもらえず養育費ももらえない状態だ。そういう既婚者はおそらくまた別の独身女性と交際しているだろう。結局夫と二人で暮らしているが、夫の年金だけでは暮らしは厳しい。児童教室なんて夢のまた夢になる。嫁はウェディングプランナーの仕事を再開したらしい。だが育児との掛け持ちは大変だ。さらに嫁はまだ長男との離婚届に判を押さないという。この先夫の介護までとなったら、優しい長男が戻ってきてくれると思っているのだろうか。まあ世の中はそう思い通りにならないという教訓なんだが、どこかで完璧な人生にしたいのだろう。私は相変わらず葬祭ディレクターの仕事をしながら、母と妹と長男と同居をしている。高齢の母が家の中が賑やかになり一番喜んでいるようだ。長男は少し結婚に懲りたそうだが、また新しいいい人ができると願っている。私ももう少し若い時に夫と別れておけばチャンスがあったかもなどと考えながら、
今までの分も親孝行をしようと思っている。迷惑をかけた妹とも一緒に旅行もいいねと話しているところだ。あれも手に入れたし、計画通りだ。リビングから夫の声がした。ババアはもうすぐあの世ですね。嫁がそう言っているのも聞こえた。でもなかなか効果が出ないようだが。そんなことないわよ。食事のたびにトイレに駆け込んでるんだから、そろそろじゃないかしら。あまりに物騒な話に、私は耳を疑った。私が一喝すると、夫は突然、意味不明な叫び声を上げながら、私の胸ぐらを掴んできたのだ。しかし、私はすぐさま夫の手を払い、思い切り床へと投げ飛ばした。私は犯罪者たちの相手を毎日してるのよ。男だろうと、あなたみたいな乱暴な人には慣れてるの。定年退職するからって甘く見てもらっちゃ困るわよ。生命保険なんか入らなくったって、自分で自分のことくらい守れます。背中を打って悶絶する夫の前で、私は手錠を取り出した。あなたを逮捕します。私の名前は和子、60歳。もうすぐ定年退職となる身だ。夫は私より5つ上で30年前に結婚。出会いは夫の会社で行われた交通安全教室で、私は当時交通安全課の警察官として勤めていた。初めての交通安全教室ということもあって、人前で喋ることが得意ではなかった私はひどく緊張していたのだが、その時、夫は私に優しく接してくれたのだ。緊張をほぐしてくれるような会話をしてくれて、そのまま仲良くなり、お付き合いを始めて、お互い年齢もいい歳だったこともあったため、すぐに結婚することとなったのだ。3年後、子供が生まれた。一人息子だ。だが夫は、子育てにはお金がかかるから、貯金も考えないとな。口うるさく私に言うようになった。共働きだったこともあって、徐々に貯金は貯まっていったが、今度は、いい大学に出て、いいところに就職するんだ、と、育児にはあまり積極的ではなかった割に、口出しだけはするようになった。そして、無事に長男を大学まで進学させることができたのは良かったものの、普通の大学に進学したため、夫は不満げだった。そして3年前に長男が結婚したのだが、去年から息子は海外赴任が決まり、今はアメリカで暮らしている。息子は特別頭が良かったわけではないが、数学だけは得意で、大学時代に書いた論文が採用されて数学者となった。しばらくは大学の講師として働いていて、生徒だった嫁と卒業後に結婚。そのおかげか、息子の論文がまた採用となり、アメリカで少し働かないか、とオファーが来たのだ。母としては鼻の高い自慢の息子となってくれたが、夫は、数学者なんか稼げるのか、海外赴任だなんて、と、何に対しても不満をこぼすだけだった。それからちょうど私の職場が別の部署に変わって、勤務体系も変わった。なかなか休みが取れることが少なくなってしまい、家では夫が一人で過ごしていることが増えた。夫婦の時間が減っていったこともあって、私たちのすれ違いが増えていく。これではいけないと、やっとの思いで休みをもらい、夫と二人で出かけようと思っていたが、定年退職していて毎日家にいる夫は、別の用事を入れていることが多く、私はせっかく取った休みを無駄にすることが多かった。またドタキャンなの？先週から今日は一緒に映画に行こうって言ってたじゃない。悪いな。昨日職場の後輩から釣りに誘われてしまったんだ。さすがに定年しているからと言っても、可愛い後輩からの誘いは断れないだろ。反省の言葉を口にするものの、その表情はニヤニヤしていた。こうして、私との約束はことごとく破られてしまう。こっちは約束をドタキャンされて気分も悪いので、せめてゆっくりと家でくつろごうと思っていたが、それを狙っているかのように嫁が訪ねてくることが多かった。
あれ？お父さんはいないんですか？さっき釣りに出かけてしまったのよ。ま、確かに定年迎えて、やっと自由に趣味を楽しめるようになったんだもの。お母さんと一緒にいてもつまらないだろうし、外に出かけた方がいいでしょうね。私に気遣うことなく、そんなことを言う嫁を相手にしたくなかったが、ほったらかしで外出するわけにもいかず。なので、こんな風に嫌味を言われながらも、私の休日は消えていくのだった。そういえば、たかしちゃんとは連絡取ってるの？ああ、なんか忙しいみたいであんまりですね。たまには、いたわりの連絡でもしてあげなさいよ。もっと夫婦の時間を大切にした方がいいわよ。お母さんに言われたくないですよ。あら、そう。ごめんなさいね。そんなことを口にする嫁をどうして息子が選んだのか。私はとても不思議で仕方なかったが、今さらそんなことを言っても遅い。無駄に語尾を伸ばして生意気なことを言う嫁に私は腹が立っていたが、ぐっと抑え込んで、ひたすら嫁の自慢話を聞いているふりをするしかなかった。そういえば、お母さん職場変わったんでしたっけ？お給料も変わったんですか？いくらもらってるんですか？ずうずうしい嫁は平気でプライベートなことまで聞いてくる。私は仕方なく答えるが、本来もらっている額よりも少なめに伝えると、嫁は何とも拍子抜けをしたような顔で笑った。へえ、それだけですか？比べてみると案外少ないんですね、公務員って。まあ、公務員だからっていい給料がもらえるってわけでもないわね。嫁は一体何と比べたのか。私はてっきり息子の給料と思って適当に返事をしていたが、ただこの時の嫁の様子に私は何か違和感を感じた。そして、この時の疑問はこれから始まる物語の序章に過ぎなかった。その日を境に、嫁は私に対してあからさまに見下す態度を始めたのだ。家にやってくる頻度もさらに増え、一週間の半分は顔を合わせるほど。ある時は私が仕事から帰ると、嫁が勝手に家に入って、これ見よがしに夕飯を作って待っていることもあった。お母さん、冷蔵庫の中身ほとんどないじゃないですか。主婦なら仕事よりお父さんのことを考えてあげた方がいいですよ。そんな嫌味満載の嫁が作る料理を食べると、私はいつも体調を崩していた。病院にかかるとストレス性胃腸炎だろうと言われた。そしてある時は、私が夜勤明けで昼まで寝ているところを叩き起こしてくるようにもなった。お母さん、いつまで寝てるんですか？こんないい天気の日くらいどこかに出かけたらどうですか？お父さんの相手は私がしますから。そう言って無理やり朝食を食べさせられ家から追い出された。そのうち徐々に何を食べても美味しいと思えなくなっていき、時には苦いとさえ感じるようになった。そんな状態が1ヶ月以上も続き、ストレスと睡眠不足で家で普通に食事をしてもトイレに駆け込むようになってしまったのだ。疲れた顔をするようになった私を見て、夫は心配するどころか迷惑そうな顔をするようになった。家でそんな辛気臭い顔をするな。俺まで気分が悪くなるだろう。家事だってみゆきさんに任せっきりでサボってるんだから、少しは愛想よく振る舞え。みゆきさんは私が家事ができない時に限って勝手に家にやってきて嫌味まで言ってくるのよ。そのくらいあなたも気づいてるでしょ。義母に対して普通はあんな態度しないわよ。私がそう言っても夫は無視してテレビを見ている。私の話は聞かないくせにテレビの向こうでアイドルがするしょうもない話に笑っている夫に、私の中で不満が爆発した。あなた、最近私の顔を見て話をしてくれなくなったわね。休みの日も私との予定はドタキャンするばかりで。あなた、浮気でもしてるんじゃないの？浮気だと？とんだ言いがかりをするんじゃない。私の言葉に夫は突然声を張り上げていった。定年後だろうと、俺には仕事の付き合いがあるんだよ。
それなのにそんな言い方されたくないな。本当は自分が浮気しているからそんな風に言うんだろう。夫は顔を真っ赤にし、強い口調で一気にまくし立ててきたのだ。その勢いに私は唖然として何も言い返すことができなかった。おまけに夫はテーブルにあった花瓶に八つ当たりまでして床に叩き落としたので、割れた花瓶の破片は私の足元にまで飛んできた。いくらなんでもここまですることないでしょ。私はこの時初めて夫が怖いと感じた。それ以来そんなことが何度も繰り返されるようになり、家にいても気持ちが休まらなくなってしまった。そんな日々が続いたある日、私は仕事の都合でどうしても数日間家を空けることとなってしまった。泊まり込みの連勤だったのだが、最後は夜勤で連勤だったこともあり、早めに返してもらえたので、予定よりも半日早く家に着いた。そして玄関を開けると、嫁の靴があった。せっかく早く帰ってこれたのに、夫と嫁がいる家には帰りたくないと思い、このまま出かけようと静かにドアを閉めようとしたその時、ふと二人の会話が耳に入ってきたのだ。あれも手に入れたし、計画通りだ。リビングから夫の声がした。ババアはもうすぐあの世ですね。嫁がそう言っているのも聞こえた。でも、なかなか効果が出ないようだが。そんなことないわよ。食事のたびにトイレに駆け込んでるんだから、そろそろじゃないかしら。あまりに物騒な話に、私は耳を疑った。え？どういうこと？とっさに私は、普段から持ち歩いていたボイスレコーダーを取り出して、すぐさま録音を開始。そんなことをされているとも知らず、二人はリビングでとんでもない計画を大きな声で楽しそうに話し続けていた。生命保険の金額をもう少し上げておいた方がいいかな。そうすれば君の借金も支払えるんじゃないか。助かるな。お父さんもあんな不細工なババアの心機臭い顔、毎日見なくて済むようになりますね。私は驚きのあまり息を呑んだ。いくら私が嫌いだとしても、まさかこんなことを考えているなんて。おまけに。あいつだってもう定年退職だ。バレることはないだろう。と、見下して笑っている声も聞こえてきたのだ。だんだん悲しみよりも怒りが湧き上がってきた私は、夫と嫁に復讐をしようと決めたのだ。それから、職場で夫にどう仕返しをするか考え続けていた。私が暗い顔をしていることに気づいた後輩が心配してくれて話を聞いてもらうことに。すると後輩から思いもよらない情報を聞いたのだ。何でも少し前にキャバクラで騒ぎを起こしたと通報があって駆けつけると、そこで暴れていたのが私の夫だったというのだ。去年その後輩の結婚式があって、私たち夫婦で出席したこともあり、しっかりと顔を覚えていたという。こいつは俺の彼女だ。手を出す奴はぶっ飛ばすぞ。夫はその店の従業員の女性を抱きしめたまま、テーブルなどを蹴散らしたりしてやりたい放題だったとか。しかも酔っ払って言っていたというよりも、本当に付き合っているかのように見えたという。やっぱり。浮気してたのね。今までの夫の言動に加点がいった。むしろ夫の浮気調査も含めて徹底的にやってやろうとやる気がみなぎってきたのだ。見てなさい。このままじゃ絶対に許さない。それから一週間後、突然夫が付き合いたての優しい口調で話しかけてきたのだ。きっと何か下心があるのだろうと身構えていると、夫は一枚の書類を差し出してきた。和子、そろそろお前も歳なんだから、何かあったら困るだろう。最近体調が悪いみたいだし、もうすぐ生命保険に入れない年齢になるんだから、今のうちに少し額を上げておかないか。もちろん、俺も手続きをするよ。それはなんと、生命保険の変更届だった。きっと、これから例の計画を実現させるつもりなんだと
私は確信した。だが、私はもう一度、夫を信じてみることにしたのだ。本当にそう思う？私、何か病気なのかしら？入院とか、私に何かあったら、あなた、心配してくれるの？私はまっすぐと彼の目を見つめながら言った。お願いだから、こんなことはやめて考え直してほしいと。そんな気持ちを込めて言った私に、夫は。当然だよ。お前が入院なんてしたら、家のことはどうするんだ。みゆきさんにだって用事があるんだから、毎日来れるもんじゃない。俺は何もできないし、困るよ。だからほら、ここにサインしてくれ。今の夫の目に映るのは、私の命と引き換えに手に入る保険金だけなんだろうか。どこまでもクズな男だ。そう思った私は、おかげで気兼ねなく制裁ができると思った。まあ、確かに年も年だし、仕事柄何があるかわからないものね。そうだそうだ。いろいろと物騒なこともあるし、体の不調もあるんだから、なおさらだよ。そうね。身内にバカなことを考えるような人もいるかもしれないし。あ？何の話だ？例えばの話よ。若い女と浮気して、その相手と一緒になるために、邪魔な妻を消す計画を立てるとか。熟年離婚とかもあるし、身内での問題でそういう物騒なことが増えてるって、職場でも話題になってたのよ。夫は明らかに動揺し始めて、目がキョロキョロと泳いでいた。借金に苦しむ浮気相手から、邪魔な妻に高い保険金をかけて、あの世に送って、自分たちはそのお金で優雅な暮らしをしよう、とかね。ちょっと待ってくれ。お前、一体。私は、例のボイスレコーダーを出して、夫に聞かせてやった。夫はみるみると表情が変わっていき、ひどく歪ませていったのだった。おい、この録音は何なんだ？たまたま聞いちゃったのよ。何かあった時のために、いつも持ち歩いてたんだけど。よかったわ。仕事を熱心にやっていて。私が警察官だったら、持ち歩いてないものね。え？交通安全課に戻ったはずじゃん。いいえ。私は今、女子刑務所の刑務官をやってるのよ。あなたにも話したはずじゃない。ま、その時から女のことばかり考えてて、私の話なんて上の空で聞いていたんでしょうけど。それから私は、夫が自分の部屋に隠していた浮気の証拠写真を床に叩きつけてやったのだ。これらは夫が留守の間に家の中を捜索した時に見つけたもので、どれもこれも言い逃れができないようなものだ。こんな写真は知らない。これは、何かの間違いだ。へえ、この顔に見覚えがないっていうの。私にはどう見てもみゆきさんに見えるんだけど。高級キャバクラで働いているらしいけど、知らなかった？あなたが酔っ払って暴れたお店らしいんだけど。その時、あなた、俺の女だって叫んでいたらしいじゃない。息子の嫁と浮気だなんて、すごいことするのね。お前、どこまで知ってるんだ？さあ、どこまでかしら。追い詰められた夫は、なりふり構わず、必死に言い訳を並べ立てる。あいつが悪いんだ。俺がキャバクラにたまたま行った時に、彼女とばったり会って、あいつが色仕掛けをしてきたんだ。それから少ない給料のお前より、高収入の私と一緒にいた方が幸せにできるって言い出して、たかしとも別れるとまで言ってきたんだ。俺は、そそのかされただけなんだよ。そう言われて私は納得した。前に嫁が、私の給料を聞いて、低いと言ったのは、自分の給料と比べて言ったのだろう。ボイスレコーダーで録音した話を聞く限り、嫁には多額の借金があることが分かっていた。息子が海外赴任していることをいいことに、ブランド物の服やバッグなどを買い込んで、借金まで作った挙句、キャバクラで飲んだくれているらしい。その借金の返済に、
私の保険金とキャバクラでの収入を当てにしようと目論むなんて浅はかとしか言いようがない。それじゃ計画を言い出したのはみゆきさんなのね。そうだ、俺は関係ないんだ。何言ってるのよ。そもそもあなたがあんな小娘に、しかも自分の息子の嫁の色仕掛けに乗ったのが始まりでしょ。二人とも最低よ。絶対に許さないわ。私が一喝すると、夫は突然意味不明な叫び声を上げながら私の胸ぐらを掴んできたのだ。しかし私はすぐさま夫の手を払い、思い切り床へと投げ飛ばした。私は犯罪者たちの相手を毎日してるのよ。男だろうと、あなたみたいな乱暴な人には慣れてるの。定年退職するからって甘く見てもらっちゃ困るわよ。生命保険なんか入らなくったって、自分で自分のことくらい守れます。背中を打って悶絶する夫の前で、私は手錠を取り出した。あなたを逮捕します。そんな、冗談だろ。手錠を見て、夫は急に弱々しくなり、謝ってきました。ごめん、悪かったよ、この通りだ。ちょっとした気の迷いだったんだ。そんな言い訳は警察署でやってください。私が育て上げてきた刑事たちが、遠慮なく聴取してくれるはずよ。その後、夫は逮捕され、事情聴取をされた。証拠は揃っていたので、夫はすんなりと自白。そのまま一度書類送検されることとなった。そしてその夜、今度は嫁への制裁だ。噂によれば、嫁が働いているキャバクラは、ある組織が関わっていると聞いた。どうやら前から目星をつけていたらしい。私は仲間に連絡を入れて、今夜キャバクラへ調査に入った。もちろん、その場にいた全員が、一旦警察署へと連行されて、その中には嫁もいた。私は嫁の事情聴取を見学させてもらうことができたが、夫と嫁の計画を仲間に報告していたので、今回の事情聴取は店のことだけではなく、その計画についても徹底的に聴取をされていた。私は事前に証拠であるボイスレコーダーと、夫がもう自白していることを伝えてあったので、嫁も最初は否認していたが、証拠を突き出した途端、さすがに逃れられないと思ったのか、あっさりと白状した。こうして二人は私を亡き者にしようとした罪で、しばらく檻の中に入ることになった。未遂に終わったこともあって、しばらくすれば出てこれるだろうが、一度警察に捕まったとなると、社会的制裁が容赦なく降りかかる。その後、夫のことは家から追い出し、嫁も仕事は首。もちろん、海外赴任している息子にも報告をして、急遽、一時帰国。そのまま、私と夫、息子と嫁は、それぞれ離婚をした。そして私と息子は、夫と嫁に、慰謝料200万円を、それぞれに請求。夫は定年退職をしていて、年金と私の給料で暮らしてきたから、慰謝料の支払いをするために借金をせざるを得なくなったようだ。定年退職をしたにもかかわらず、今は年齢関係なくできる仕事を早朝から深夜まで掛け持ちして、なんとか生活をしているらしい。嫁も慰謝料の支払いと借金の返済とで首が回らない状態になったようで、キャバクラではなく、ついに夜の闇へと落ちていったようだ。一方、私はこの年になって、海外で暮らすことになった。息子がこっちで暮らすよりもアメリカでの生活が性に合っていると言って、一緒に暮らそうと誘ってくれたのだ。夫と暮らしてきた家は息子との思い出もたくさんあるが、苦しい思い出の方が勝っていたこともあって、息子と相談して売却することを決意。嬉しいことに家はすぐに売れて、慰謝料よりもはるかに上回る大金が入った。そして無事に、そのまま刑務官も定年退職を迎え、退職金も入った。今まで随分窮屈な生活を余儀なくされていたので、このまま伸び伸びと、息子と一緒に新しい暮らしと、息子のそばにいられる幸せをかみしめながら、思いっきり羽を伸ばして、海外暮らしを満喫しようと思う。お前とは離婚だ。旦那をほったらかしにする嫁なんか、
もういらねえよ。里帰り出産をした私に、夫の陽一郎はこんな言葉を浴びせ、記入済みの離婚届まで突き出してきた。これまで陽一郎は妊娠中の私を一切気遣ってくれなかった。それどころか身勝手な理由で会社も辞めてしまい、ニート同然の状態だ。ついに私は陽一郎への愛情が完全に冷めた。こんな夫はいない方がマシだし、子供にも悪影響だと思った。私は、わかった。お望み通り、別れてあげる。と冷たく言い、陽一郎を捨ててやろうと強く決意したのだった。私の名前は山中和子。30歳で会社員をしている、ごく平凡な女性だ。私には、陽一郎という同い年の夫がいて、26歳の時に結婚した。彼とは会社で部署が同じだったために知り合って、すぐに仲良くなった。陽一郎はとても優しい人で、仕事も真面目にこなしていた。彼の方から告白され、一緒にいて安心できる人だったので、交際から1年で結婚。彼のお父さんである正明さんもきちんとした人で会社を経営している。陽一郎は正明さんのことを、厳しくて怖いんだよな。と言っていたけど、正明さんは私には親切だ。陽一郎とは大きな喧嘩をすることはなく、夫婦関係は良好だった。だけど、8ヶ月前に大事件が起きたのだ。8ヶ月前、私は職場で上司に呼び出された。何だろうと思っていると、上司は思いもよらないことを言い出したのだ。実は、君の旦那さんの勤務態度が悪いそうなんだ。具体的には、提出物の期限を守らない。取引先との介護に遅刻しても謝らない。といった問題を起こしているようでな。注意してもなかなか改善されないそうで、旦那さんの上司はどうしていいかわからないと悩んでいる。変なことを頼んで悪いが、君の方からも旦那さんに言ってくれないか。私と陽一郎は結婚してからすぐ部署が別々になった。陽一郎と会社で顔を合わせる機会は減ったけれど、彼は真面目に仕事をしていると信じていただけにかなり驚いた。家でも変わった様子はないし、何かストレスを溜めているのかと心配になった。私はその日の晩、陽一郎に何かあったのかと聞いてみた。すると、いや、ちょっと上司とうまくいってないんだ。上司と話し合って解決するし、態度も改めるよ。と約束してくれた。これで大丈夫だと安心したのだけど、その一週間後、家に帰ってきた陽一郎は、会社を辞めたよ。もうあんな上司の下では働けない。と言い出したのだ。陽一郎の上司に確認してみると、それは本当だと言われた。陽一郎君は今の部署に来てから、だんだんと勤務態度が悪くなったんだ。注意しても、自分は悪くない、しょうがないの一点張りで反省しない。それでつい口論になって、その勢いで陽一郎君は辞めてしまったよ。断っておくと、陽一郎の上司は社内でも評判が良く、まともな人だ。陽一郎に問題があると考えるのが自然だった。それでも、陽一郎は会社を急に辞めたことを反省していた。迷惑をかけてごめんな。すぐに次の仕事を探すから。とも言っていた。この様子なら大丈夫かな、と思ったのだけど、それは淡い期待に過ぎなかったのだ。一ヶ月経っても、陽一郎は、俺に会う会社がない。と、愚痴を言うばかりで、ろくに就職活動もしなかった。陽一郎は国立大学を出ているし、職歴もあるから、どこか一つくらいは採用してくれるところがあるはずなのに。一体、どういう会社がいいの？と聞くと、こんな答えが返ってきた。口うるさい上司がいなくて、月に50万は稼げるところがいいんだ。俺は国立大学出身だし、わがままを言わなければいけるんじゃないかと思う。十分わがままを言っているでしょ。
というのが私の感想だった。変に高望みをせず、普通に働いてほしかった。なのにその後も、陽一郎はまるで働こうとせず、完全にニートになっていた。人が変わってしまったかのような陽一郎に、私は戸惑った。だけど、ある日、仕事から帰ると、陽一郎が電話で誰かと話していた。和子が働いてるから、俺はニートで大丈夫。うまいこと言いくるめて、ずっと養ってもらうよ。真面目なふりして惚れさせたんだけど、まさかこんなにうまくいくとは思わなかった。私はこの時、とんでもない男に引っかかってしまったと気づいた。本来の陽一郎はチャランポランな人間で、それまで優しい男を演じていただけなのだろう。陽一郎は私に気づくと、はっとした顔になって。今のは冗談。ちゃんと仕事は探すから。と、ごまかしたけど、私は騙されなかった。いい加減にして、ニートなんて許さないからね。そう怒鳴って、何でもいいから仕事を見つけるよう強く言っておいた。私がここまで本気で怒ったのは、自分の将来が不安だからというのもある。だけど、もう一つ重大な理由があったのだ。それは、私のお腹に赤ちゃんがいるから。ちょうど陽一郎が会社を辞めたのと同じ時期に妊娠が発覚した。子供を育てるにはお金がかかる。だから、陽一郎にもまともな職に就いて欲しかったのだ。だけど、さっき言ったように、陽一郎はニート状態。しかも妊娠している私のことも大していたわってくれない。妊娠中の私は、つわりなどの様々な体調不良に見舞われて、家事をするのもしんどい。それなのに、陽一郎はソファーに寝っ転がって、ポテチを食べていた。おまけに。妊娠は病気じゃないんだから、なんとかしろよ。そんな冷たい言葉まで浴びせてくる始末。時間が経って、父親の自覚が芽生えれば、態度も変わるかと期待していたのに、今も態度は変わらない。それどころかひどくなっていて、昨日も料理を少しだけ手抜きして、レトルト食品を使ったら、劣化のごとく怒ってきた。旦那にはちゃんとした料理を食べさせろよ。それが妻の役目だろ。と、偉そうに説教をしてきた。ニートのくせに、と、私も怒りが湧いて、かなり激しい口論となってしまった。それに、陽一郎の口から、子供を気にかける言葉は一回も聞いていない。私はこの先、陽一郎とやっていけるのか、本気で不安になっている。だったら、離婚したらどうだ、と思う人もいるだろう。だけど、離婚してしまうと、お腹の子は生まれた時から父親がいない状態になってしまう。それは抵抗があったし、初めての妊娠ということもあってか、私も精神的に不安定な状態だ。そろそろ出産も迫っているし、離婚のことまで考えるのはしんどいので、きちんとした話し合いは出産後、落ち着いたらしようと思っている。陽一郎が全く当てにならない状況なので、私は里帰り出産をすることにした。私の両親もそうした方がいいと賛成してくれた。しかし、ここでも陽一郎が、ぐちぐちと嫌味を言ってきた。お前がいなくなったら、俺はどうすればいいんだよ。家事は誰がやるんだ。私は、本気で陽一郎のことが鬱陶しくなり、大人なんだから、自分で何とかしてと怒って、実家に帰省した。その後、私は元気な赤ちゃんを出産。そして体調も戻った頃、久しぶりに陽一郎のところへ帰った。家を開けたのはだいたい2ヶ月くらいだったけど、家の中はひどいものだった。至るところにゴミが散乱しており、洗濯機のそばには大量の服が放置されていた。私が呆れていると、陽一郎がボサボサの頭で現れた。やっと帰ってきたのか。ちょうど話したいことがあるんだ。陽一郎はにやりとしながら、あるものを取り出した。それは、記入済みの離婚届だった。お前とは離婚だ。旦那をほったらかしにする嫁なんか、もういらねえよ。
そう言われた私は、陽一郎への愛情が完全に冷めた。こんな夫はいない方がマシだし、子供にも悪影響だと思った。私は、わかった。お望み通り、別れてあげる。と冷たく言い、陽一郎を捨ててやろうと強く思ったのだった。それでも、陽一郎は強気な態度を崩さない。離婚して後悔しても知らないからな。ほら、お前も自分の分を記入しろよ。私は陽一郎から離婚届をひったくると、さっさと書いた。そのまま離婚届を持って役所に行くことにした。じゃあ、さようなら。大きな荷物は後で取りに来るから、勝手に捨てないでよ。それだけ言うと、さっさと家を出て本当に役所へ直行。離婚届はきちんと受理され、陽一郎とは赤の他人となった。私は実家に戻り、両親と共に子育てをすることに決めた。もともと住んでいた家は、陽一郎との嫌な思い出が詰まった場所だし、一人で子育てをするのは不安だった。私の両親は本当にまともな人なので、信頼できるし、そばにいてくれると助かる。慣れない育児に奮闘しながらも、子供の成長を感じて喜ぶ日々だ。しかし、離婚してから1ヶ月後、陽一郎から急に実家の固定電話に連絡が入った。私のスマホでは陽一郎の番号を着信拒否にしていたのだけど、実家の固定電話は着信拒否にするのをうっかり忘れていた。おい、いつになったら戻ってくるんだよ。俺は生活に困っているんだぞ。意味不明なことを言っているので、は？私とあなたはもう他人でしょ？あなたのところには永久に帰らないけど？と返してやった。それを聞いた陽一郎は焦り始めた。ちょっと待てよ。まさか離婚届を出したのか？そうよ。あなただって離婚したがっていたじゃない。私も陽一郎への愛情なんてとっくに冷めた。だから一ヶ月前に役所に提出したよ。私がそっけなく言うと、陽一郎は怒り始めてしまった。なんで出したんだよ！あれは脅しのつもりだったのに！離婚すると脅せば、和子も俺のところへ戻ってきて面倒を見てくれると思ったんだ！あまりにひどい考えなので、私はすっかり呆れてしまった。本気だろうと脅しだろうと、私はあなたとよりを戻すつもりは一切ないから！私が妊娠してからというもの、陽一郎は何の協力もしてくれなかったし、仕事もろくにしていない。そんな男と家族でいようなんて誰が思うの？わかった。悪かったよ。俺も反省しているんだ。頼むから戻ってきてくれないか。お金には本当に困っているんだ。さっきまで怒っていたかと思ったら、今度は反省したふりだ。離婚するとき、財産分与はしたでしょ？あと、前も言ったけど、大人なんだから自分で何とかして。私はそれだけ怒鳴ると電話を切った。そして即座に着信拒否にして、かけて来られないようにした。これで今度こそ縁が切れたと思ったのだけど。電話からさらに一ヶ月後、穏やかな日曜日の午後、家のインターホンが鳴った。確認してみると、なんと陽一郎だった。もう関わりたくないので、私も両親もイルスを使おうとしたのに、陽一郎はしつこく玄関のドアを叩いてきた。おい、いるんだろ、出てこい。このままだと近所迷惑になるかもしれないので、仕方なく対応することにした。玄関に出ると、武将髭を生やして痩せこけた陽一郎がいた。直接会うのは2ヶ月ぶりだけど、まさかこんなに落ちぶれているとは思わなかった。陽一郎はずかずかと家の中に入ってきて、どっかりとソファーに座った。和子、とにかく金をくれよ。10万円でいいから。本当に生活がやばいんだって。だから、まともに働けばいいじゃない。あなたは国立大学を出ているし、決して高齢じゃないんだから、就職先はあるでしょ？うんざりしてそう言うと、陽一郎はこんなことを言い始めた。実は、投資で稼ぐことにしたんだ。
だって、コツコツ真面目に働くなんて、アホらしくてやってられないだろう。会社勤めは、頭の悪い庶民がやることだ。俺は投資という賢い選択をして、大金持ちになる。ネット上で信頼できるアドバイザーに出会えたから、その人の言うことを聞いてやっているし、大丈夫だろう。まだ始めたばっかりだから、利益が出なくて赤字続きなんだけど、このまま続ければ、必ず利益が出るって言われたしな。だけど、財産分与でもらった金も貯金も全部なくなりそうなんだよ。だから、和子に援助してほしい。絶対に詐欺だと私は思った。私の母は、呆れた様子で子供の世話に戻った。父も、絶対に詐欺だろう、という顔をしている。しかし、そんなことは知らない陽一郎は、その後もしつこくお金を要求してきた。投資で成功したらお金は返すし、セレブ生活をさせてやるよ。そのしつこさと意味不明な言い分に、私はついに我慢の限界を迎えた。これ以上うるさくするなら、警察を呼ぶよ。私は本気で怒り、父と一緒に陽一郎を追い出した。警察という一言が響いたのか、陽一郎はしばらく姿を見せなかったのだけど、いつ押しかけてくるかわからない。引っ越しも考えたけど、赤ちゃんもいるし、あんな男のために引っ越し費用を払うのもバカバカしい。そこで、私と両親はある作戦を考えて、陽一郎がもう一度来たら、それを実行することにした。それから、さらに一ヶ月が経過。嫌なことに、また陽一郎がやってきてしまった。それを見た私の母は、作戦通り、すぐにある場所へ電話をかけ始めた。私と父は、とりあえず陽一郎を中に入れて、適当に相手をすることにした。陽一郎の目的は、やっぱりお金だった。大変なんだ。投資のアドバイザーと連絡が取れなくなった。今まで何百万円もつぎ込んだのに、詐欺だったんだよ。俺はもうすっからかんだ。もう和子しか頼れる人がいない。私にあれだけひどいことをしておきながら、どうして頼れると思ったのかは理解不能だ。だけど、下手なことを言って、陽一郎が帰ってしまうと困る。追い返したところで、また証拠りもなくやってくる可能性があるからだ。そこで、私と父は陽一郎の愚痴を聞いてあげ、時間を稼いだ。援軍がやってくるまでの進歩だと思ったからだ。陽一郎の愚痴が一段落したところで、私はあえてにっこりと笑った。大丈夫。私が新しい仕事や住処を紹介してあげる。何も知らない陽一郎はパッと顔を輝かせた。え？本当か？うん、本当だよ。ちょうどその時、ピンポーンとインターフォンが鳴った。私は来訪者を確認して中に入れた。母が電話で呼んだ人物だ。入ってきた人の顔を見て、陽一郎は顔が凍りついた。父さん。そう。母が呼んだのは、陽一郎のお父さんである、正明さんだ。実は、陽一郎に困っていた私と両親は、正明さんに相談していたのだ。一部始終を聞いた正明さんは、うちの愚足が大変なご迷惑をおかけして申し訳ございません。今度何かしてきたら私に連絡をしてください。すぐに引き取りに行きますので。と言ってくれた。そこで次に陽一郎が来たら即座に正明さんに電話をして引き取ってもらうことになったのだ。陽一郎は正明さんに頭が上がらないので多少は効果があるのではないかと期待していた。そして実際に効果は適面だった。陽一郎は、なんで父さんに相談したんだよ。俺と和子の問題だろ。俺は子供じゃないんだから親に頼らなくたっていいよ。と私を責め立ててきたけど真っ青な顔をしている。それに対して正明さんは陽一郎の言葉で怒りが爆発したらしい。人に散々迷惑をかけておいてその口の聞き方はなんだ。お前は親が出てこないといけないほどひどいことをしたんだぞ。30歳にもなって何をやっているんだか。と怒鳴った。
陽一郎はこれですっかりおとなしくなり、そのまま正明さんに連れて行かれた。それから陽一郎は正明さんの運営する会社で雑用係をすることになった。礼儀作法や人としての心構えをきっちり叩き込まれているそうだ。しかも直属の上司となった人はかなりの鬼上司で、陽一郎が少しでも仕事をサボれば厳しく叱っているらしい。陽一郎からしたら地獄のような日々だろうけど、給料は会社員時代より低い。借金の返済もあるので、手元に残るお金は決して多くないだろう。口うるさい上司がいなくて月収50万円という理想からはほど遠い現実になっていて、さぞかし辛いはずだ。だけど好き放題に生きて人を困らせたんだから、陽一郎も苦しんでほしい。正明さんに引き取られてから半年後、陽一郎は再び問題を起こした。ある日、会社を退勤してからぱったり姿を見せなくなり、警察に捜索願いが出されるほどの騒動になった。正明さんからも、陽一郎がそちらに行っていませんかと電話が来た。それなのに、陽一郎本人はコンビニで弁当を万引きしようとして捕まったのだ。しかも全く反省しておらず、会社がしんどかったから逃走した。金もそんなにないし、節約しようと思って万引きしただけ。などと語ったそうだ。このことを教えてくれたのは正明さんで、すっかり呆れ返っていた。私も陽一郎の腐った心にはただただ呆れるばかりだった。陽一郎はその後も同じような事件を繰り返して、ついに自分の両親から絶縁された。知人からも完全に見放されている。理由は陽一郎が知人からもかなりの借金をしているのに返せないからだ。行く当てをなくした陽一郎は行方をくらませてしまい、今はどうしているのかわからない。借金取りから逃げ回っている、ホームレスになっているなど、様々な噂を聞いたけれど、どれが正しいのか定かではない。でもあの性格ではどこに行っても幸せにはなれないだろう。たっぷりと苦しんでほしいと思う。一方の私は子育てを頑張る日々だ。子供は健康ですくすくと育っている。大変なこともたくさんあるけど、両親が支えてくれるし、会社には子育て経験者がたくさんいるのでとても助かる。最近は子供や両親と水族館に行った。子供は初めて見たイルカに興味津々で、とても楽しそうにしていた。これからも子供にはいろいろなことを経験させてあげたいし、多くのことを学んでほしい。私も親としてできることを精一杯やってあげるつもりだ。